皆さんこんにちは、みかです。本日はピンチャマヨラーサナを行うためのコツと練習方法です。こちらのテクニックを使っていただくと、いつもより長くピンチャマヨラーサナをキープしていただくことができるようになります。練習方法はシンプルで、まずマットの上にダウンドッグになっていただきます。そこから吐く息で左右の肘を同時にマットに下ろそうとします。これはかなりきついです。吸う息で両肘を同時にマットから持ち上げようとします。吐いて肘をゆっくりマットに下ろす。吸って肘をアップ。これだけです。ただしダウンドッグから肘を同時にマットに下ろすにはコアの力を使っています。筋力やハムストリングスの柔軟性が十分でないうちは、肘や肩に負担がかかりますのでご注意ください。最大のポイントは肩を下げることです。肩が上がった状態というのは、動画のように背中がギュッと縮こまっています。下がった状態というのは、耳と肩の間にスペースがあります。この肩を下げた状態でダウンドッグで肘のアップダウンを行っていただくと、お腹がグーッと引き締まってきますので、その感覚を保ったまま足を上げてみましょう。床を蹴るのではなく、お腹から引き上げる感覚です。いつもより簡単に、そしてポーズの安定感を感じられるはずです。復習です。まずはダウンドッグ、肩を下げます。肘のアップダウンを5セット程度行い、お腹から引き上げるようにして両足を揃え、ピンチャマヨラーサナの練習方法は他にも動画がありますので参考にしてみてください。では皆さん、動画をご覧いただきありがとうございました。ナマステ。